5本柱からなる平和のための岸田ビジョン、これを進めて外交安全保障面での役割を強化していきたい、こうした決意を表明いたしました。世界が歴史の岐路に立つ中にあって、 ASEAN 諸国をはじめ志を同じくする国々と連携をしながら、今日お示ししたビジョンを具体化するべく力強く外交を進めていきたいと考えています。力による一方的な現状変更、これをいかなる地域においても許してはならない。自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて協力をしていく、これから予定されております G7 首脳会合等においても、こうした考え方に基づいて、この国際社会の平和と繁栄を実現するために、日本ならではの外交というものをしっかり示していきたいと思います。